ここは出しちゃったな。ここはやったな。後ろのドラムの3年薬学部の正垣くん
ちはいるけど無能なんですよ。無能。で、隣の鈴川くん、彼もまあ無能なんですよ。わかる。無能です。で、前まであのムーというバンドでやってたんですけど、今回サポートでベースで吉木先生にちょっと今日は来ていただいて本当にありがとうございます。先生。吉木先生は無能じゃないと僕は信じてるんですよ。いや無能だよ。ただ、あ、分かった。データにないことが多すぎる。データによると、いや吉木先生じゃ僕たちの中ではあのデータ派っていう風に知られていて。そう。でその吉木先生じゃあちょっと今回のデータによると、この新刊ライブ1年生何人来てると思い、まあ、思いますか。ダメだよ、どうぞ。元のデータが少ない。元のデータが少ない。僕の番。6人。ちょっと1年生手を挙げてもらっていいですか。ひどい。まあということで、今回、我々無能ではバンプオブチキンというバンドのコピーをあと2曲やらせてもらいます。今の1年生の子たちの年代に合ってるかわからないんですが、すごく僕たち の、 その青春時代を僕たちの青春時代を過ごしてきたバンドなんですよ。だからすごく今日やってて楽しいです。僕たちはバンプオブチキン。そうなんですよ。だから、そのそうバンプオブチキン、いやそうバンプオブチキンという意識を込めて一応演奏したいと思います。どんな意識ですか。よし、じゃあ次行きますか。じゃあ次の曲はダンデライオンという曲です。聴いてください。ダンデライオン。
楽が好きだから、多分きっと軽音楽部ちょっと興味あるなと思って来てくれたと思うんですよね。ちょっと、一応部長なんで真面目なことに なっちゃうんですけど、ダメ？面白くない。あじゃあ分かった、じゃあ俺のちょっと熱い思いだけちょっと語らせて。イエーイ。熱い。我々軽音楽部、本当にいろんな人間がいます。はい。なんかあいつみたいになんかただうるさいくて変な人間とか、まあ、俺みたいにネクラで友達でいない人間とか、あいつみたいにすげえ友達多いけど無能なやつとか、こういうなんかデータ派気取った先生とかいっぱいのいるんですよ。気取ってるだけだった。そんないろんなやつを受け入れてくれるのがこの軽音楽部だと僕は思っています。音楽が好きであれば